今日のご飯何にしようかな。揚げ物をしよう。揚げ物？正直めんどくさい。じゃじゃん、これで卓上串揚げ。卓上？すごいコンパクトで可愛いね。テーブルでいろいろ料理できるんだよ。例えばレモンミルフィーユ鍋、本格麻婆豆腐もいいね。テーブルでお料理って楽しそう。四角いデザインで食材を並べやすいのも特徴なんだよ。油切り網をセットして油をマックスラインまで入れるね。つまみは3、適温になったら消灯するから2に下げます。パプリカ、アボカド、かぼちゃ。いっぺんに行くね。じゃあ僕はアスパラと豚の一口カツ、うん、おいしい。今使っているセラミックボウルの他にも焼肉ができるグリルプレートや蒸し料理用の網もあるんだ。全部のパーツを重ねて収納できるんだよ。これなら小さいしテーブルに出しっぱなしでもいいね。後片付けと油使っちゃったから床掃除、僕が掃除しておくね。さすが。